災地域のですね、一日も早い復旧復興に向けて全力で取り組んでいただきたい。愛知県庁前では午前8時半ごろ、政策企画局や総務局などに所属する職員30人が集まり、最大震度7を観測した石川県志賀町に向けてバスで出発しました。現地では14カ所の避難所で被災者と共に生活しながら食料の配布などを支援したり、これまで対応に追われていた志賀町職員のバックアップに当たるということです。派遣期間は今日から8日間で、愛知県はその後も当分の間1週間交代で職員を派遣するとしています。